はいどうも、ノベルオタギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、ちょっと久々になったんですが、8回目のアルコールインクアートを始めていきたいと思います。イエイエイエイ。ということでですね、今回アルコールインクアートするんですけども、最初に言っておきます、今回の動画はですね、材料ややり方を詳しく説明しないので、もしですね、材料とか詳しいやり方を知りたい方は1回目のアルコールインクアートをご覧になっていただけるとですね、より初めての方もですね、めちゃめちゃ楽しくできると思います。まあ、今回もですね、ちゃんとアルコールインクアートをしていくんですが、今回使った動画の材料は概要欄にリンク貼っておくので、そちらをチェックしながらですね、もし同じものを使ってやりたい方はそちらからですね、購入していただけるといいかなと思います。でね、今回やっていくんですけども、いつものようなアルコールインクアートだけではございません。まずアルコールインクアートします。で、できた湯ポシにポスカで僕が絵を描いていきます。今回ね、絵を描いていくって言っても一つのテーマが決まっております。その一つのテーマがですね、まあ大きな木をイメージしてですね、描かしていただきます。なので、今回僕が持ってるアルコールインクアートのインクでは緑と黄色系をですね、使ってで木を描いていければなと思います。ちょっとどんな風になるかわからないんだけども、一応ですね、ユポシにポスカはつくっていうのはですね、確認できてるので、まあこの動画が出てるってことは多少なりともですね、皆さんに楽しんでいただける動画になったのかなと思います。ではね、早速ですがね、8回目のアルコールインクアートを始めていきたいと思いますけれども、僕なりにどんな木が皆さんの目の前に現れるのか、ぜひですね、楽しんでいただければなと思います。え、のべくんがこんな木を描くの、え、こっからそこに行くみたいなね、そういう発想もですね、脳を動かしながらぜひ楽しんでいただければなと思います。では皆さんと一緒にその木を確認していきましょう。では皆さん、また後で。今回このような形で8回目のアルコールインクアートできました。どうですか？皆さん。これ結構可愛くなったんじゃないかなっていうのを正直思うんですけども、ちょっとごめんね、この T シャツが目立ちすぎてさ、全然絵の方に集中できないかもしれないんだけど、ね、皆さんこのような形で完成することができました。最初どうなるかと思ったけどね、ビビった、マジで。なぜかというと、最初ね、ここまでね、まあ、順調だったんですよね。緑と黄色と、もう一つ3色今回ね、コピックインクを使ってるんですけども、その3色でやったところまでいいんだよね。皆さんもですね、想像つきました。まずここが、木になるんだな、木の草になる部分なんだなと思って、まあ、ここまでは想像できるかなと思うんですよ。まあ、地面をですね、描かしていただいたんですよね。そしてですね、次にポスカの茶色を使ってですね、この幹を描いていったんですけども、ちょっとね、これ、あ、やばい、ちょっとミスかなっていうのを正直思ったんだよね。なぜかというと、木の幹をですね、ここに描いちゃうと、ちょっとね、草となんか、
立体感がですね、絵として成り立つのかなと思ったんだけども、まあ最終的にはこういう風に成り立ったから良かったんですが、ちょっとね、茶色を入れてみたんですけども、ちょっとね、つかない部分があって、それがどこの部分かというとですね、ピニャータのアルコールインクって言って、このゴールドが入ってる部分があるでしょ？このゴールドの部分はね、つかないんですよ。なぜかというと、まあ、綺麗にですね、塊がなければいいんですけども、そのピニャータをドライヤーでぐーんって乾かすじゃん。そのドライヤーで乾かして塊になっちゃう部分とか多少できるのね。そこにですね、ポスカを入れてしまうと全然つかなかったっていうのがありますね。そしてですね、うわ、これどうしようと思ったの。木の幹をつけて、これって、ここまでだったら正直僕ね、ボツにしてたんですよ。なぜかというと、ちょっとね、木に見えなかったんだよね。正直、うわ、どうしようかなと思って、まあね、実際問題、ここもね、白部分だったじゃないですか、最初。で、白部分だったから、本当はここもアルコールインクでアートで楽しんでですね、埋めればよかったなっていうのを正直思ったのね。ここまでね、その木の幹、を描く段階ではここまで埋めた後にポスカで描けばよかったと思ったんだけども、まあそうはならなかったんですが、そこでね、今回やってみたのが、まあポスカで塗って手でね、こうやってやっていったんだよ。そうするとですね、めちゃめちゃ可愛くなったのね。これはですね、もうちょっとボツに仕掛けたところに生み出た成功っていうんですか、生み出された成功だと正直思ってます。そしてですね、まあ、ここの地面のとこに最初ね、手でやってたらめちゃめちゃ汚れるんで、もうね、思いっきりガン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 ってしていったの。もう逆にその汚れをですね、アートに生かそうと思って、めちゃめちゃガン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 って汚しました。そして汚してこういう風にですね、完成させることができたかなと思ってます。そしてですね、ちょっと地面をね、黒縁にやってで、地面がね、ちょっと立体的に見えるようにさせていただきました。なかなかですね、今回はめちゃめちゃ手をね、汚れてこうやってもう塗りつぶしたりしてですね、汚したんですけども、まあうまく正直ですね、最終的には僕は皆さんに動画をね、お届けすることができてよかったかなと思っております。まあね、今回はですね、こういう風に8回目木をですね、描かせていただいたんですけども、まあアルコールインクアートはですね、ポスカを使わずにアルコールインクアートだけでもめちゃめちゃ楽しめるアートだと正直思ってます。その中ででもね、今回はですね、そのアルコールインクアートとポスカを使ってですね、どううまく新しいアートにしていくかっていうのがちょっと僕的にはですね、興味があったので、今回はこういう動画を上げさせていただきました。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、8回目のアルコールインクアート、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。次はね、まあ、9回目ということでですね、またさらなるですね、新しい発見を生み出して皆さんにお届けできればなと思います。では皆さんとまた最高のアートの世界でお会いしましょう。そして新しいアルコールインクアートでもお会いしましょう。明日はどんなひまわりくん、そしてアートに出会えるか、ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。では皆さん、また明日の動画でバイバイ。ありがとうございました。シュンシュンシュン。では皆さん、どんなアートになるとか、そしてアルコールインクアート、なかなかこんな手汚れないから皆さん安心して、でもね、手汚れたくない方はぜひゴム手袋をしてください。では皆さん、また明日。